新しい一日の始まりだ。まずは本日のスケジュールを確認いたしましょう。いただき！何が出るかなっと。君たちの心を聞かせて。お手並み拝見じゃな。これで崩れろ。下がっとけ。転がれ。見えてきたわ。心強いね。はアーツ変身。ダブルスピンエッジコンプレッション。いいね。指示されたし。オッケー。ワイの出番やな。ありがとう。見てな。ローリングスマッシュ。ローリングスマッシュ。あったまってきたな。ダブルスピンエッジ。7コード。このまま私の手段。レッカー。良い指示だ。ダイナマイト女子。リッカー。キスマッシュ。敵の意識をこちらに集め。ホタルスピンエッジ。僕がいるから安心して。無月人。伊達伊達天の速さにびっくりするっぽ。フィニッシュっぽ。うちの力を使えば。私は勇王、君に会えて光栄に思う。私のすべてを捧げよう。本領発揮。うちの力を使えば。俺の力で。心を落ち着けて。集中。構造計算中。うん、いけそう。見つけたで。感心感心。何が出るかなっと。よく知ってるわ。私の知識によると、俺たちの力見せてやろう。君のやり方に合わせよう。行くわ。はっ、いいぞ。ダブルスピンエッジ。崩れろ。ダイナミックスパーキング。はっ、コンセントレーション。いいね。アーツヘイスト。アーツヘイスト。出番やな。ダブルスピンエッジ。私に任せなさい。ここで畳みかける。下がっとけ。ホタル、怪我しても僕がいるから安心して。気合入ってるね。いいぞ。流れは掴んだ。指示されたし。ローリングスマッシュ。
このまま私のそばに。レッカコンセントレーション見せてやろう。やっていいか。こんな私でもできることがある。良い指示だ。リンカダブルスピンエッジ。うん、さすがですね。誰も死なせない。はっ、いっけー。レッカ、これこそが特別執権官の実力。燃えてきた。流れを掴んで。いいね。セイバーチャージ。はっはっ、下がっとけ。ダメージオーバー。レッカ、リデンプション。ホタル、僕の出番だね。はっ、光。ありがとう。ふん、ほら、私がレックス。よろしくお願いします。ダブルスピンエッジ。指示されたし。ローリングコーラー、消えろ。覚悟しなさいね。できることがあるはず。今なら、ヒカリちゃんと力を一つにできます。私がいる限り。オッケー、オンに切る。消えてくれ。行きます。プロミネンスリバルバー。私がいる限り。ダメージオーバー。注意の道で行くわ。行きなさい。確かにダブルスピンエッジ。はっ、バックずれろ。ローリングスマッシュ。はっ、下がっとけ。うん、指示されたし。オッケー、参る。リンコ、このタイミングを打ち合いだ。存分に見せるもん。僕がいるから安心して。天の聖杯の力、今ここに。いいね、やっていいか。一気にやろう。まずは俺、スターバースト。メッデストロイ。メレフ、任せた。まだつく。ここが終焉だ。ジーク、よく狙えよ。おう、うちらのコンビネーション見せたるわ。マグニフィセント、もういっちょ。マグニフィセント、いっけー。シャイニングフレア。メレフ、任せた。作戦通りだな。私が。マグニフィセント、ジーク、よく狙えよ。お、思いっきりやろう。マグニフィセント、まだまだ。マグニフィセント、ジェネシスセイバー。メレフ、任せた。ルノ、いいだろう。責任重大ね。エクソレン、ジーク、よく狙えよ。7個食らなくちゃ。クマリンの本気見せちゃおうよ。エクソレン、もっと強くならねばな。おっしゃ、見たか。うむ、お見事じゃ。こんなん朝飯前。お手並み拝見じゃな。私一人の重量。崩れろ。これで。ダメージ。あれ、起きてたの。いただき。何が出るかなっと。こう見えてアグリカルチャーは得意分野ですもん。焦がしてあげましょう。上出来だ。
どう映る？どうもこうも生きるのに精一杯な奴らの姿やな。今のアルストじゃ珍しくもないわ。君は人を殺めたことはあるか？ないな。そんなこと必要あらへんからな。ほう。人を殺めるっちゅんはそいつが邪魔やったり憎かったりするからや。己が弱いからや。わいは弱ない。せやからその必要もあらへん。腕っぷしのこと言うとるんとちゃうで。ここの話や。ならば私は弱い人間だな。弱きがゆえにここに立っている。嫌いなんか人間が。いや世界だよ。ボン。ん？この世界は好きか？なんだよいきなり。正直に答えてくれ。好きさ。不安なことはたくさんあるけど、それ以上に素敵なこともたくさんあるからね。ワイのことは？は？お、まさかの愛の告白か？え？あほ、人間のことは好きかっちゅう意味や。なんだ焦った。何焦っとんねん。でどないなんや。難しいな。楽しいこともあるけど、喧嘩をすることもあるし、会長みたいに憎ったらしいやつもいるしね。確かに。でもそういうのもひっくるめて人生って言うならやっぱ好きかな。だって出なきゃ今の俺はここにいないだろ。自分好きすぎるだろ。そうか、ボンらしいな。安心したわ。なんだよ。もし、ん？もし己のことが嫌いな奴が力を持ったら何しよるやろ。そんな奴が神様に会うてもうたら、やっぱり世界なんて消えてまえって願いよるんやろか。どれどれ。私の知識によると、見つけたぞ。一つ思い出が。どうしたシン。ここが終着点か。あ、なんか言ったか。いや、俺はここに留まる。お前は目的を果たせ。妙なことを言う。一緒に行くって約束したろ。そんなこともあったな。悪いのか。待ってるのさ。小僧をか。待てと言われた。見ているよ、お前たちを。いいんだな。ああ。
んた、ひょっとしてオルネラさんのブレイドだったお人かね。オルネラ、いや俺は。そうじゃろう、ほらこの絵君の。この絵、懐かしいの。あの時わしはまだこんくらいの子供での、その長剣を背負った姿、憧れたもんじゃ。あんたたちが来てくれなかったら今頃この村は。ああそうじゃ、あんたたちが暮らしてた家、村外れに残っとるんじゃよ。家？長きにわたった独立戦争も間もなく終わりを告げる。だが終わりを告げるのはそれだけではない。彼女の命はもうそれほど残っていないだろう。それは私の終わりをも告げている。彼女の死とは無関係に、私は当たり前のようにコアへと帰り、再び目覚めの時を待つのだろう。これまで幾千の夜をそうしてきたように。そうして目覚めた私は以前の私なのだろうか。神と呼ばれるものが本当に存在するのなら、私は問いたい。私は何者なのか、どこから来てどこへ行こうとしているのか。願わくばこの日記が君の手に渡ることを願う。それを信じ、最後に私が私であるための方法を、我が伴侶との絆をこの身に刻む方法を残そうと思う。その方法とは。うわ、ずいぶん荒れ果ててるのね。90年くらい経ってるって聞いたけど、どうしたの？何か思い出のものでもあった？いや何もないよ。そうか、残念だな。前のあなた知りたかったのに。俺は俺だ。いつだって変わりはない。来たか。シン、あなた一人、メッツはどこです？あいつなら先に行ったよ。あんたはここで何をしてる？お前たちを待っていた。俺たちも滅の後は追わせないってことか。どうかな、見たくなったのさ。世界に意志というものがあるのなら、お前たちと滅、どちらを選ぶのか。なら私たちを通して。無理な相談だ。どうして？そして立っていることもやっとのはず。今戦ったら確実にあなたは。さすがだよ、ヒカ。約
束なんて、あいつの願いを叶えてやる。その身が滅ぶことになっても、本望さん、シン、一戦交えるしかないようやな。もう分かって手加減なしでいく。シン、それでいい。来い、少年。俺たちの力、見せてやろう。行くわ、レックス。ダメスピンエッジ。ダメージオーバー。ハーキング。はい。さあ。うまく集中できない。絶刀。そうはいかない。礼を言おう。アンカーショット。みんな。気合入ってるね。ホタルの安心ね。僕がいるから安心して。いいね。やってるね。見えてきたな。上がって。心強いね。可愛いだけが取り柄じゃないよ。ええな。はっ。レッカー。コンセントレーション。ダメージよ。ジェイソン。怖くない。そうはいかないぞ。ローリングスマッシュ。なぜ人間に肩入れする。ほら、お前なら、ヒカリちゃん、お前の力なら、はい、行きます、ね、レイエリア、ルノン、シジさん、任せて、オッケー、熱い一撃、決めろ、絶対に決める、ナナコーリ、戦いたく、礼を言おう、ここで畳みかける、悟空ぞ、クマリ、頑張って。敵の意識をこちらに集める。お疲れ。あとは私が。リデンプション。指示されたし。いい感じだね。今だ。セイバースラッシュ。どうか。悟空ぞ。いいね。ここは見せ場だ。ホタル。僕の出番だね。いいぞ。させない。カグチ。ガンガン出るよ。アサルト。これも。ライト。ブラスト。イダテン、イダテンの速さにびっくりする。私がいる限り、タッチダウン。勇猛果敢に行こう。回復のチャンスだ。サイガー、王子、しっかりやる。一撃をぶちかわそう。さあ、行くべきよ。いや、ホラ、まだ次。敵の意識を敵の前に与えは悟空だ。ここで畳みかける。中の中で、悟空だ。任せろ。参りましょう。ありがとう。ダブルスピンエッジ、心を一つに。存分に受ける。ローリングスマッシュ。ええな。アンカーショット。今です。悟空ぞ。私今だよね。最大火力出せるわ。オッケー。ハイパードロップ。これが私たちの力。歯がまだ積み。敵の意識を切らないやつ。いいね。天乱天。ダブルスピンエッジ。メレフ、任せた。作戦通りだな。かげろ。ジーク、よく狙いを。おう。ライトニングバース。もういっちょ。いっけー。シャイニングクレーン。責任重大ね。作戦通りだな。ジーク、よく狙いを。思い切りやろう。セイバースラッシュ。拾って拾って。
燃えてきた。私が行かないよ。レックスに預ける。いけ、レックス。誰も止められない。いや、ドロッブラスト Z。 いけ、マーキフルハート。指示されたし、いる限り。ハイパードロップ、激うざ。かげろう、なんと回復するぞ。やってるね、メレフ。やらせない。クマリの本気、行くわ。いいぞ。ダッハ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 ッダメージオーバー。ハッ、私が守れた。ハッ、セイバースラッシュ。ユーモーかかりに行こう。ダメージオーバー。まだ敵に引きかける。今だ。どちらを選ぶのか。ハッハッ、俺に見せてみろ。レックス、ホタル、セツだ。ナナコーリー、いいぞ。ゆっくり休んでて。虚空座、無月人。力がうまく伝わらないように参りましょう。大丈夫な。もうつまる。今は守ることをお考えください。ゼット、私が守るんだ。タイガー、サンキュー。しっかり、いい感じだね。メッカ、そうはいかない。俺は気持ちを引かなくても。無人剣、うん。指示されたし、良い指示だ。いいね、かげろ。クーザーロード、リデンプション、ダメコール。オンに切る、切断。できることがあるはず。やらない。ゼット、ガンガン行くよ。ダイナマイト、ナイト、一気に切れるか。エンマ、おわすぼしない。いや、ええな。リフレッシュ、ダメージオーバー。やっていく。リフレッシュ、うん。まだ倒れるわけにいかない。礼を言う。メノ、指示されたし、今だ。セイバー、私は捕まえてくれ。ゆっくり休んでて、無理しないで。アンズルところから、ちょうちょいと片付けるか。インパクト、タッチダウン。一旦攻撃を。シュート。君も腹黒だね。セットの出番やな。フライングエリア。オッケー。いいな。メレフ、これからだろ。手間をかけてな。任せろ。いや、当たって。誰も死なせない。リデンプション。可愛いだけが取り柄じゃないよ。セット。サイダー。セイバー。やってきた。やってきた。ロード。あったまってきたな。セツだ。いいな。メッカ、これで。だよね。悟空座、バタ積み。敵の意識をこちらに集め。調子が出ない。しっかりして。やらせない。うん、ありがとう。月人。なんだ。オーバーロード。いい感じだね、レックス。ゼット。こっちは準備。決めてくれ。見てて。無人剣。マーキフラッシュ。ハート。ホタル。任せた。私が守るんだ。指示だ。波砕き。いいね。悟空座。サルト。くらえ。いいぞ。刹那、ほら、何が禁物です。行けなこう。オンに切る。アンカーショット。できることがある。行かないと。だよね。はっ、ダブルピンエッジ。いかんぞ、レックス。ローリングスプレー。ちっちゃ、悟空の椅子だよ。無月人。フレッシュ。ゼット。いや、タイガー。はっ、リデンプション。私のせい。オーバー。指示を願います。サンダービー、エンマ、ハーフ、イエン、わかった、任せて、刹那、ユノ、行かせて、ガンガン行くよ、やっていけ、やっていけ、当たって、セイバースラッシュ、拾って拾って、私が守るじゃん、いいね、いいな、メレフ、これからだろ、悟空ゾン、インパクト、ナナコール、いいぞ、絶対ね。できることがあるはず。はっ、誇張戦、吹っ飛べ、ハイドロップ、ブラスト、心強いね、イーグルアイ、いいぞ、ダイナマイト、光、光線トレーション、アンカーショット、はっ、アグレッシブ、参りましょう、メレス様、ええな、続けてた、私がいる限り、タイガー、そのチャンスよ、良い指示だ、私に任せなさい、ローリングスマッシュ、このツバが、何か置いといてな、いいぞ、ああ、レイケン、は
ホタル怪我してもコキューがいるから安心して。はい、フォトンエッジ。もっと強くならればな。俺が力で屈するわけにはいかない。あの力か。ならこっちも凍らせるもんか。自身の思い描いた事象を発生させる力か。素晴らしいな。神が与えたもうたその力、なぜ人間のために振るう。楽園に行くためだ。行ってどうする。人に解放するのか、分け与えるのか。当たり前のことを聞くな。与えてどうする。結果は見えているんだぞ。何の結果だよ。人は楽園をモルスのように、500年前のイーラのようにするだけだ。俺がそんなことはさせない。お前が死んだ後はどうする。誰がそれを止める。そのためにあんたたちがいるんじゃないか。そしてそれを一緒にやり遂げるのは俺じゃない、誰かだ。そうだよ、人間は死んだらそれまでだ。でもその思いや記憶は別の誰かが必ず受け継いでくれる。あんたらブレイドだってそれは同じだろ。前の自分を別の誰かと一緒に受け継いで、新しい自分になって、そうやってこれまで生きてきたんだろ。だったら同じじゃないか。これからは俺がそばにいる。君のことは俺が守る。ブレイドはやがてアルスになって、そして多くの新しいブレイドを生んだり、世界そのものになったりして続いていくんだろう。すごいよ、羨ましい。クライさん、羨ましい。俺たちが、俺聞いてみたいんだ神様に。ホムラやヒカリやあんた、どうしてこんなすごい連中を生んだのかってさ。いや、なんとなくは分かってるんだ。だからその答え合わせをしたい。答え合わせ。ああ、お前はその答えを持っているというのか。シーン。義経、弁慶。弁慶、シーンはやらせないよ。よせ弁慶。でも俺たちはここまでだ。無駄は何一つない。ここまでが俺たちがすべきことだったのさ。シン、ニア。な、何？あんたの力でシンを。ああ、応急手当でよければ。礼なんて言わないからね。先に戻ってシンの治療の準備をする。よしすね、シンを頼んだよ。ああ、分かった。